はい、こんにちは、文具王です。今日紹介するのはこちら。はい、えー、ドットライナーフリックという製品です、えー。こちら、国用株式会社さんから6月の22日に発売になりましたということで、サンプルをご提供いただきましてありがとうございますということで紹介していきたいなと思うんですけれども、 まあどういうものかと言いますと、えー、コンパクトな、えー、携帯用のテープ糊です。まあドットライナーといえばですね、まあ国さんを代表するテープ糊の一大ブランドでね、いろんな種類がありますけれども、今回のこのドットライナーフリックっていうのは、まあ携帯用のテープ糊としてはですね、まあ最新にして、まあある意味では集大成というような仕上がりになっておりますのでですね、ドットライナーシリーズって本当にね、種類がめちゃくちゃいっぱいあってですね、まあどれ買っていいんだみたいになるんですけれども、普通に使う なのであればえ何も考えずにドットライナーフリック買っとけばいいよっていう感じのものにはなっていますもちろんですねあのしっかり貼りたいとか幅広く貼りたいとかですねあのいろんな使い方がありますなんであの僕のお気に入りのねこうこういうなんかちょっと変な形のやつもあったりするんですけどもそういうのは置いといて普通に例えば学生とかビジネスマンの人で引き出しとかペンケースに1個入れておきたいっていうんだったらですねまあこれ買っときゃ間違いないですという感じのものになってます まあ、特に今回、ドットライナーフリックっていう名前の由来ではあるんですけれども、えー、大きな特徴としてはですね、このキャップですね。キャップが新しくなっています。えー、ここの部分をですね、キャップの根元の部分を親指で押しながら、ちょっとひねってあげると、えー、蓋がカパッと開くようになってるんですね。 こんな感じです。なんで、えー、片手で簡単に開けて、片手で簡単に戻せるっていうのが、まあ、このキャップのいいところで、しかも、えー、開けたくない時には勝手には開かないようになってます。まあ、これまでの他のね、えー、キャップのものですね、えー、こういうですね、まあ、外からちょっとテープが見えてるよ、みたいなものだったりとか、あと、キャップはついてるんだけど、まあ、ついついね、あの、この、 カバンの中とかでいろんなものとね、触れた時に、こう、勝手にちょっとだけ房が開いてたみたいなこともあると思うんですけれどもえ、このドットライナーフリックに関してはですね、勝手に開くってことはまずないっていう感じの、えー、もので、かつですね、まあ、あの、親指一つでですね、簡単に開けて簡単に戻せるっていうですね、まあ、ここら辺のですね、仕組みが、えー、一番の、えー、特徴にはなっています。 もうあの最初に全体的な話をしてしまいますと非常にコンパクトなのにメートル数が長いそしてテープ交換式なのでランニングコストがすごく安いでキャップの部分が フルカバーになっているので、ホコリが入らないので、携帯しても安心ということで、これまでのテープ糊の中でですね、まあ不満に思われるようなことがほぼほぼ解決されているのが、このドットライナーフリックになりますと。ね、もちろん引く時の力も軽いということで、まああの、いいとこだらけなんですけれども、もちろん国用のドットライナーシリーズにいろんな種類があるっていうのはですね、それぞれ要望に応えるためにありまして、まあ幅が広いのがいいとか、強力なタイプがいいとか、 いろいろあるとは思うんですけれどもまあ、そんなこんなでいろんなものがありますけれどもその中でど真ん中の製品みたいなところがですねまあ、アップデートされたよっていうのがまあ、今回のドットライナーフリックだと思えばいいのかなというふうに思います性能的にはまあ本当に普通っていうところではあるんですけれどもその普通っていうのをよりコンパクトにしてより使いやすくしてでランニングコストも安くしてみたいなことをですね全部いっぺんにやろうと思うとこんな形になりましたよっていうのがですね 今回のドットライナーフリックになっています。ということで、まあ、迷ったらこれ買っとけっていうモデルではあるんですね。で、まあ、その良さという部分もですね、まあ、説明はしていくんですけれども今回はですね、まあ、その後がちょっとと長くななるかなという感じです実はこのドットライナーフリックってよく見るといろんな疑問が湧いてくるモデルなんですね。 え、なんでっていうことがいろんなところに散りばめられていて、それを一個ずつ、なんでこうなんだろうっていうことをですね、考えていくと、謎解きパズルみたいになっているので、今回はこのドットライナーフリックから見るえ製品の謎解きの話をしたいと思います。まあ今回夏休みっていうこともありますからですね、このね、製品からどれだけのことを読み取れるのかっていうお話をちょっとしたいなと思います。まあデザイン系の大学とかでね、行ってる人だったら1年とか2年、 2年とかの授業で聞いていただきたいなみたいな内容ですしまあ工学系の人でもですねうんうんって言ってもらって、えー、聞いてもらえるような内容かなというふうに思います本当はねこれねあの大学の授業でやりたいみたいな感じの内容になってくると思うんですけどもなるべく皆さんにも分かりやすいようにお話ししたいと思うのでいろんなことを考えられてこんな風にものができているんだよっていうことがですねまあ、伝わるんじゃないのかなというふうに思いますのでよかったらですね、えー、最後の方まで聞いてください特にあのデザインとか理系とかの学生の方にはちょっと見ていただき いきたいなというふうに思いますまずはスペック的なところから見ていきたいと思います非常に本体がコンパクトなんですけれども使いかけの消しゴムと並べてみますけれどもこんな感じですまあ消しゴムより一回り大きいですけれども えこれでですね、まあ、幅が 69mm で、高さが3 0ミ、mm、リで、えー、厚みに関しては1 7ミ、mm、リということで、かなり、えーまあ、あのテープのりっていうことを考えると、かなりちっちゃいかなと。まあ、修正テープとかだとこれまでもね、えー、そこそこちっちゃいものいっぱいありますけれども、テープのりってなると、やっぱどうしてもですね、まあのりの厚みがあるっていうところもあるので、まあ、大きくなりがちですよね。 まあその中では非常にコンパクトなモデルかなというふうに思います。えー、この前に出ていたですね、ドットライナーのコンパクトっていうのがあるんですけれども、こちらコンパクトっていう名前ですけれども、フリックのテープ幅は 6mm に対して 8.4mm あるので、横のね、この厚みに関してはしょうがないと思うんですけれども、とはいえですね、正面から見た形がこんだけね、ドットライナーコンパクトの方がかなり大柄に見えます。 なんですけれども、実はメートル数で行くとですね、フリックの方が12メーターで、ドットライナーコンパクトが11メートルということで、こっちの方が巻き長いんですよ。すごいですよね。なんで、まあ、それだけコンパクト化がされてますよっていうのが、まあ、今回特徴の一つでもありますと。あと、まあ、このキャップなんですけれども、今回出てきてるフリックキャップですね。 押しながらちょっとだけひねってあげるとこんな感じでカパッと開くようになってるんですね。戻すときもまあまあ片手で戻せますよっていうぐらいの形になっています。で、蓋がきっちり閉まってるんですよね。隙間なく閉まるようになっていて、えー、簡単に開けられると。で、もう一つ大事なのは勝手に開かないなんですね。 これ結構重要で、まあ、これまでの他のやつじゃあどうだったかっていうと、このドットライナーコンパクトですね。まあ、コンパクトっていうぐらいですから、携帯性を考えてるわけですけれども、でもこれよく見ると、こっち側開いてますよね。なんで、えー、ま、ホコリが入ってきてちょっと嫌だっていうのが、ま、ありますよね。じゃあ、他のちっちゃいやつはどうなのかっていうと、ま、こんなのがあったりするんですけども、これの場合とかでも、ま、こうやってね、パカってこっち側に開く蓋なんですけれども、 実はまあこれとかもですね、まあ、実際に使ってるとですね、ペンケースの中で気がつくとかちょっと開いちゃうことがあるっていうのがあって、まあ、ちょっと不確実なところがあるわけですけれども、まあ割としっかりは止まってるんですよ。でも、あの、まあカバンの中に入れててガチャガチャやってるとですね、気がつくと開いてるっていうこともあるわけですけど、このフリックに関してはそれがまずないですね。なんでかっていうと、これ、えっ、ー、と、左右に こうね、ひねって開けるんですけど、押し出して左右にひねったら開くんですけど、これ押し出さないと、この中に入っているヘッドが邪魔なので、え、こう押してあげてようやくこのヘッドの上を横に通り越せるようになってるので、実は押してあげないと、この状態ではどうやっても開かないんですね。で、押しながら回すみたいな動作をですね、してあげないと開かないので、これってカバンの中に入っていて勝手に開くものではないんですね。 なんでまあ、そこら辺もですねまあ、安心感がかなりあるよというところですね。はい、なんでまあこのフリックキャップというのはかなりねよくできてますというところですね。あとはですね、まあ、詰め替えできるよということにはなってるんですけれども、このコンパクトなもので詰め替えができるっていうのも結構ね画期的なことではあるんですね。でまあ、そのためにかなりですね仕組みとしては簡単な。 えー、簡素な作りになっています。ここの部分ですね、えー、爪がついていますけれども、ここを握りながらこう引っ張ってあげると、パカッとこう、蓋が開きますよと。で、開けると中のメカがそのまんまこうね、えー、抜けるように、これ、キャップ開けといた方がいいんだな。開けといてですね、パカッとこうね、やるとですね、まあ、こう出てくるよと。もうはまってるだけなんですけれども、まあ、あのね、だいぶね、この、 テープのりとかで、まあ、やっぱテープ交換するときに、えー、いろんなパーツがね、えー、ついていくとですね、まあ、もったいないんじゃないのかというね、話もありますけども、かなりですね、えー、まあ、あの、ここの部分ですね、えー、コンパクトになったかなという気はしますね。なんで、えー、まあ、よくできた仕組みかなというふうに思います。まあ、ここら辺についてもですね、後でちょっと語りたいとは思うんですけども、そんな感じになっています。 まあさらに見た目の周りにコンパクトなんですけれども、なんでかっていうと、この中に入っているリールがですね、まあ、こんな感じなんですね。で、ドットライナーコンパクトですね、こっち12メートルに対して11メートルのコンパクトですけども、コンパクトと言いつつ、中の目がちょっと大きいですよね。ディールがまずちょっと大きいっていうのもあるんですけれども、それだけじゃなくてですね、これ見るとですね、 もうこの質感でもわかるかなと思うんですけれども、えー、っとですね、まあ、左のこっちのですね、ドットライナーコンパクトの方のテープの方がですね、フィルムに張りがあって、なんかしっかりしてるんですよね。こっち、テロンテロンなんですよ、フィルムが。で、薄くてですね、まあ、こっちの方が明らかに厚みがないのが分かります。で、この巻きのところもですね、横から見ると、えー、っとね、ドットライナーのコンパクトの方はですね、フィルムが浮いてるのがよく分かりますよね。えー、この透明 フィルムと透明なフィルムの間にのりの層があるのでまあだからサンドイッチされてますよっていうのがすごくよくわかる深ふくか,ふかした感じがこっちにはあるんですけどえこっちのですねえとドットライナーフリックの方のノリに関してはですねびっちり巻かれてる感じがしますよね。なんでこのねまあドットのノリっていうのもあるんですけどこのねのりで浮いてて深ふくか,ふかしてる感じがこっちには全然ないんですよ。そのののぐらいいいですねね厚みががほとんどないっていうのがまあこの、ね 並べてみるとかるとわかかなといいう,うに思いますなので、えー、こっちの方がボディは大きいんですけれどもドットライナーコンパクトの方は 11m に対してドットライナーフリックは 12m 巻いてあるっていうことでかなりすごいですねでまあ,あの中のメカもかなりコンパクト化されているのでまあそんなところも含めてですね、まあ、小さくなっていますというところですね。 で、あの、まあ、あテープのね、幅に関しては、まあ、こっち8.4ミ、mm、リに対して6ミ、mm、リということで、ちょっとね、幅は、えー、狭いので、えー、その分ね、接着に関してはちょっと不利かなというところはあるんですけど、ただですね、えー、接着力に関してはですね、まあ、そうそう負けていないよというのが、これのね、 えー、すごいところでではあるんですねこれもまたちょっと後で見ていきたいんですけども実はのりのパターンがちょっと違っているところがありましてかなりしっかりと、えー、くっつくようになっているみたいです。はいということで実際にどのぐらい厚みが違うのかっていうのをね見てみたいと思うんですけれども、えーま、こんな道具があります。これれ紙のの厚みを測測ったりとかすするのによく使う、えーとまあ、測定器なんですけれども このね、えー、ここのところにある2つの板の間に挟まっているものの厚みを測れますと。で最小メモリがですね、まあ、0.01ミリということでこの1メモリのところがですね、えー、まあ10ミクロンと。 いうことですね0.01ミ、mm、リでなのでまああのその半分とかもね目盛り結構大きいのでその間も見れるのでまあ0 0 0 5ミ、mm、リとか目測でもわかるよというような道具になってますということで結構ね細かいのが測れるようになってます。ちょっっとと測ってみたいと思うんですけれども まあこっち側ですね。えっ、ー、と、フィルムの方だけの方ですね。まあ、こっち側はのりがついてるんですけど、まあ、のりが取れた方ですね。まあ、一応綺麗にしておきました。のりが完全に取れてる状態で測ってみたいと思います。よ,とよいしょ。はい。わかりますかね。0.015ぐらいかな。っていうことですね。まあ、15ミクロンぐらいの厚みがありますよっていうのがこれですね。はい。これでもかなり薄いですけど。 というのに対して、こっち、はい、ドットライナーフリックですね。フリックの方のフィルムを測ってみたいと思います。よいしょ。よっと。はい、こんな感じです。0.01よりもちょっと内側0.09とかそんなもんかなっていう感じですね。0. 09とか08とかそのぐらいかなっていう感じですね。の厚みですよということが分かります。 まあ厚み的には、まあわずかな差のように見えますけれども、パーセンテージから行くとですね、無視できない感じだったりします。なんで厚み半分とは言わないですけれども、まあ6割ぐらいの厚みにはなってるんですね。これは結構差が大きいということになりますよね。 で、まあ今回はさらにですね、ちょっと糊の,の厚みも気になるよということでですね、えー、これ本当はやりたくないんですけども、この、こっちのね、測定器に、えー、糊がついちゃうんで、あれ、後でクリーニングが大変なんでやりたくないんですけれども、えー、今回はですね、ちょっとね、糊の,の厚みも測ってみようということで、綺麗に糊がついてるところをですね、えー、測ってみたいと思います。 はい。ということで、今度は糊が付いてる面ですね。ついてる状態で厚みを測ってみたいと思います。これめっちゃ気を使うんですけれども。はい。ここを測ってみると、まあ、さっきのとですね、差分で糊の,の厚みが一応わかるはずと、えー。ドットライナーコンパクトの方の糊面の厚みを測ってみます。はい。ペタッ。はい。 りますかね4.2ぐらいということなんで、42ミクロンぐらいの厚さになります。はい、ということで、ちょっと外したいと思います。だんだんね、糊が潰れてきて厚みが減っていくんですけども、42ミクロンぐらいかなという感じです。はい。で、一回これね、あの、数字が0に戻るまでね、ここをね、きれいに掃除しないといけない。はい。ということで、はい、えー、 ずいぶんクリーニングに時間かかりましてようやくゼロに戻りましたということでここからいきたいと思いますではこっちのフィルムのはいフィルムの厚みだけじゃなくてのりの厚みも違うかもしれないっていうことですねなのでのりの方も調べたいと思うんですけれども綺麗な部分をね引き出して調べないと糊がぐしゃってなってるところだと厚みが増えちゃうのではいえーテープを引き出しましたと いう感じなんですけども、これね薄くてすげー静電気でふわふわしちゃう。えこっちのえドットライナーフリックの方の厚みを測ってみたいと思います。だいたい3.5ぐらいですね。35ミクロンぐらいの厚みだってことがわかります。 で、まあこんな感じなので、えっ、ー、と、糊の部分ですね、リ含めて測った時に、えー、ドットライナーコンパクトの方が、ま四、あ、42ミクロンぐらいありますよと。で、そこに対してフリックの方は35ぐらいということで、まああの差分を取ってみるとリの厚みそんなに変わらないかなと。まあこれね、目視なので微妙なところはあるんですけれども、えー、リの厚みもですね、まあコンパクトよりもフリックの方は若干薄いかなと。 いいう,うに思います、まああのー、本当にまあ誤算のところっていうのはちょっとあるんですけれども、わずかに薄いかなというところですね。で、の、え、り、ー、を含めたフィルムの厚みというかの比率で言っても83%ぐらいまでなってるということなんで、 まあ、あの17、17%、まあ20、20%はいかないけれども、えー、厚みを削減することができておりますよということですね。やっぱり、あの、基礎になっている、えー、ベースのフィルムの厚みっていうのが、やっぱり、効いてきてるというのは、大きいかなというふうに思います。ということで、これが、まあ、あの、ロールの小型化のですね、まあ、最大の要因はそこかなというふうに思います。 ちなみにですね、今ね、あの、あまりにフィルムが薄くて、一個ね、ちょっとあの、このテープをダメにしちゃったんですけども、で、まあ、交換しようと思ってですね、えー、たまたま、えー、このサンプルをご提供いただいたやつがですね、まあ、お得用パックっていうやつで、予備が入ってて、ほんと良かったなと思うんですけれども、この予備のテープに交換しようと。 思ったんですけれども取り出してみたらですねまあ、あの予備のテープってどうやって運ぶかっていうのがね交換用のテープも販売する時に、えーまあ、どうやって、ね、パッケージするかっていうのはすごい重要な問題でこれのりが外に露出してるので、まあ、汚れてもいけないしあと ね、不要意に何かにくっついちゃうと、やっぱこのテープがシュルシュルって出てきてしまうと、さっきみたいな状態になるわけですよ。こんな風にね。なので、え何にも触れずに、えー、まあ、パッケージの中に貼りといてもらいたい。でも、え余計なことはなるべくしたくない。ね、えー、パッケージにですね、余計な資源を使いたくないって言った時にですね、これなんですけれども、えー、うまくできているのはですね、えー、ここの部分ですね、えー、この、 えの,のでっ、ねえー、と首のところにちょうど本体に接続するっていうか固定する用のです、ねまあ、突起があるんですけどそれがはまる用の穴があるんですがそこの穴をうまいこと利用してこの、ね、バキューム成形で作られているこの薄い、ね、トレイみたいなものがあるんですけどトレイとここで固定してるんですよただ入れてるだけだと中で動いちゃうしひっくり返すと起こっちゃうんですけどここの部分がちょうどこのトレイから出っ張ってる部分に こっちぴったりはまってるんですよね。こんな感じです。なので、これによって、この後ろはね、この穴の部分にはまってるんですけど、えー、固定してるのはこの前のとこですね。前のところが、こう、パチッとはめてあげることによって、このテープのどの面も、このケースに触れずに輸送することができるようになってますという感じなんですね。すごく、 ま、えー、まあよくできてますね、まあ、もちろんここがプラスチックだっていう問題はあるんですけれどもそれでもですね、まあ、あの資源を最小限にしつつ安全に運んでだってちょっとでもキシャキシャってなっちゃったらですね、まあ、これ大切なこれがね1個無駄になっちゃうじゃないですかなので絶対に他のものに触れないっていう状況でありながらこれ結構ねあの、まあ、適当に扱っても、えー、触れるようにはなってないんですよね。 で、えー、必要な時にここの部分をクッと抜いてあげるとですね、パチッと外れて、まあ、糊に触れずに交換できるようになってますというとこですね。えー、輸送用のこういうね、えー、まあ、なんて言うんですかね、ジグっていうんですかね、なんかこの梱包用の補助材みたいなところの設計っていうのにもですね、えー、まあ、もうメーカーの工夫っていうのが見えるわけですね。これも非常に面白いですよね。ということで。 まあここも面白かったかなと思います。で、まあ、これね、ちょっと入れ替えて、またパチッとはめたらですね、まあ、はめるだけですね。あとはこの蓋をパチッとはめてあげれば交換できますよということで、非常に簡単。あの、交換するときはね、このフリックの蓋はですね、まあ、横にずらしておいて、えー、パカッと開くという感じですね。これ開かないと、あの、このヘッドの部分が引っかかって出てこないので、そこだけご注意くださいという感じですね。こんな風になりますということで、よくできてます。 あとね、まあ、ちょっと使ってて気になったのは、まあ、あの実用的なところでいくと強度の問題ですよね。接着強度みたいなところなんですけれども、やっぱりね、あのコンパクトなテープのりって、月が悪いっていうか、剥がれやすいっていう感じ、ちょっとね、ええー、まあ、なくはないと思うんですよ。 で、そういうとこなんですけれども、まあ、例えばこういう大きいやつとかっていうのは、まあ、それなりに、もともとこのね、ドットライナーのコンパクトと、それからこのスタンダードの、えー、タイプっていうのは、横が8.4ミリとかって、えー、テープ幅がそもそもそこそこあるんですね。それに対して、まあ、ここら辺っていうのが6ミリっていう幅なので、まあ、テープ幅が少ないですよ。まあ、単純に考えたら、同じだけこう、長さ張ったとしても、その分だけ、まあ、糊の面積狭いじゃないですか。 ということなんで、まあ弱くなりがちっていうのもあるし、えー、ね、で、さらに言うと、ドットライナーのシリーズっていうのは、まあ糊が点々状になってるんで、網点状になってるので、まあ糊ひねの良さっていうところではドットライナーのいいところなんだけど、えー、まあね、ノートに紙を貼ったりするときには全然問題ないんですけれども、ね、あの、引っ張ったりしないので全然問題ないんですけれども、えー、例えば封筒の封を閉めるよみたいなときだったりとか、そういうときにはちょっと強度が心配っていう人もいるかなと思うんですよ。 実際、あのまあ、他社のテープのりとかと比べた時にドットライナーっていうのはやっぱりそのちょっとねパリ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 って剥がれる感じっていうのが、まあ、なくはないかなっていうところがねまあ、あるわけですよね。で特にこのこういうプチモアみたいなすごくちっちゃいやつこれはもう本当に学校で、えー、まあ、ノートのね えプリントを貼るっていうのが多分一番の,まああの目的だとは思うんですね。そういう用途だと思うので、それほど困らないんですけども、ただ、これでしっかりした何かを貼りたいって言った時に、例えばですけど、こうやってですね、テープのりの強度って実はあの比較するのすごい難しくて、貼ってからしばらく置いといたりとかすると、その分強くくっついたりはするんですよ。なんですけれども、ちょっと今回はまあ簡易的にちょっと,とりあえず普通にコピー用紙をこうやって貼ります。 で、貼って、まあ、まあ、あ軽く押さえて、こんな感じでですね、剥がそうってやった時に、これあの、ドットラインー、この、独特のこの感じっていうのがちょっと、ありませんかね。ね。これでちょっと剥がれるっていう感じが、なんかパリパリ剥がれてしまうっていうのは、まあ、あるかなと思うんですけど、そこのところがですね、まあ、ちょっと弱いかなと。ね。 あの、今のも、あの、そのまま貼ったままで1日置いてからやったら、多分ね、紙破れると思うんですよ。そこ行くとですね、ま、このドットライナーフリックなんですけれども、やってみるとね、なんかね、質感が違うんですよ。ま、同じように、こうなんかこう、ちょっとね、コピー用紙を貼ってみますけれども、貼ってですね、ま、ちょっと軽く押さえてですね、こう引っ張るんですけど、引っ張った時にですね、貼ってあげると、ほら、紙が破けてくるんですよ。ほら、こんな感じです。 えっと、紙の強度よりも接着強度の方が強いってことですよね。なんで、こんな感じで、まあコピー用紙だとこんな感じで剥がれてくるし、音が違うでしょ。パリパリ言わなくて、メリ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 って言ってるじゃないですか。これ何が違うんだろうって思うんですけど、これ見るとですね、これはね、あの、面白かったので、ちょっとこれやってみたいと思います。ここにですね、まあ一応それぞれのね、えぇ、ー、まぁ、あ、糊がつくようにしておきました。で、スタンダード、これをね、ちょっと引きます。 ビーッと引いて、ノリをつけましたよと。これスタンダードですね。で、スモール。ね。えー、これは使い切りタイプの、えー、まあ、あれですね。ギリギリと、はい、つけました。で、えー、っと、フリックですね。えー、フリックいってみましょう。フリックを。はい。で、フリックをやって。あのね、カリカリ音も少ないんだよね。これ多分抵抗感が少ない理由だと思うんですけれども、 あの、まあ、これも引き強度の問題だと思うんですけども、軽くいけます。で、それからコンパクトですね。コンパクトもいけます。それぞれね、なんか引いた時の音が違うね。で、プチモアです。はい。プチモア行ってみましょう。はい、こんな感じです。ということで、えっ、ー、と、今5種類、えっ、ー、と、テープを引いたんですけれども、それぞれのテープがどんなパターンになっているのかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。 まあこういうですね、まあ、海苔状のものがどういうパターンでついてるかっていうのは、まあ、付箋とかでもそうなんですけれども、えー、そういうところが知りたいときには、実はちょっといい方法がありまして、これ、僕が編み出した、えー、海苔の状況を知る方法っていうのがあるんですけれども、それがですね、こちらです。はいえー、食用色素っていうやつなんですけれども、食紅って呼ばれるものですね。はい。あのーまあど、スーパーとかで売ってます。 非常に安いので、あの、あれなんですけども、物自体はですね、着色料製剤、赤色って書いてありますね。デキストリン85%、食用式赤色が15%ということなんですけども、これは何かというとですね、普通は、まあ、あの、食べ物に色をつけたいっていう時に、これをですね、まあ、入れるとすごい発色するんですけど、まあ、なんていうかね、あの、色の粉です。で、これがすごく小さくて軽い粉なので、 これまだ水分にめちゃくちゃ弱いので気をつけてくださいね。あの乾燥したところで扱ってほしいんですけれども、これを開けてですね、これをさっきあった紙の上にえばらまきます。これね、こんな感じで。で、落としますと。こんな感じです。ね。えー、食用色素の粉ですね。すごく小さな赤い粉なんですけど、ばらまきました。で、ばらまいた状態で何をするかってと、こ,こでゆすりますね。 紙を揺するんですけどこれをですねトントンってやりながらですねこうやって揺すります揺すると分かりますかすごく小さくて軽い粉なのでのりにつかまるんですよでこんな感じでですねパタパタパタっとやりながらですねはいこうやってあげるとですねはいのりがどこにあるのかが見えてきますよということですね はい。こんな感じです。で、糊のところに、はい。食用色素がつきます。ね、これで余分なものをこうやってペン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 って落とすとですね、はいと。まあなんか、そんな感じで、どこに糊がついているのかがわかりますということなんですけれども、ちょっとこうわかるかなわかるかなこうやってあげるといいかなはい。 えっと、5種類並べてみました。上からスタンダードスモール、そういったフリックコンパクト、えー、プチモアなんですけれども、ノリのパターンが、なんか、フリック潰れてませんかわ <laughs> かるえっ、ー、と、他のやつは、つぶつぶにしようって感じがすごいするんですけど、ね、えっ、ー、と、このフリックのつぶつぶが、要は白いところがあんまないんですよ。フリックは、なんか、 これもはやドット、ほら、下のね、こっち、えっ、ー、と、コンパクトのやつは、あ、ドットですよって言われたら、あ、ドットが並んでるねって感じがするんですけど、フリックの方って、なんか、タイヤの跡みたいな感じの、感じになってませんこれもはや、点々じゃなくて、少なくとも、えっ、ー、と、進行方向に対して横向きはくっついてるだろうって感じなんですよね。なんで、これは、乗り切れをギリギリ、 まあ乗り切れを良くする状態までは隙間開けてるけど他は繋がってるぜって感じだと思うんですよこっちはほら点々になってるじゃないですかねこっちも点々になってるでしょということなんでパターンがだから潰れてるんですよもうということでフリックのパターンっていうのは えっと、極力隙間をなくすっていうことで、これはもはやドットライナーなのかっていう問題が出てきますが、まあ、ええやろって感じではありますね。だから、あの、いわゆるドットっていうのが分かりやすい形でのドットではもはやなくなってるんですよね。でも、このわずかな差とかでも多分、糊の塗布量っていうのが違ってくるので、隙間を開けないでくっつけるっていうのは割と大事なんじゃないのかなというふうに思いますと。 いうことで、まあ、こんなところもですね、まあ小さな工夫だとは思うんですけれども、ほんのちょっとでも、えー、小さく軽く薄くで、えー、ほんのちょっとでも強くっていうところをですね、まあ、実現しようと思ったら、こんなことになってんじゃないのかなというふうに思います。ということなんで、もともとは乗り切れを良くしたかったっていうドットライナーなんだけれども、えー、その強度っていうところのバランスを考えると、必ずしもドットがドットとして分かりやすいくあるっていうことがですね、 まあここまでね名前が浸透したからっていうのはあると思うんですけど最初はやっぱりドットが見て分かった方が良かったと思うんですよ。なんですけれども、えー、そんな感じでですね、まあ、実用的な、えー、落としどころみたいなところでフリックはですねちょっとだけドットじゃない方に振ってるっていうのがちょっと面白いなと思いました。 ここでちょっとドットライナーの中でですね、えーまあ、どういう立ち位置にあるのかということで比較をしておきたいなと思うんですけれども、えー、ここに並んでいるのはドットライナーいっぱい種類があるんですけども、その中では一番普通のやつですね。まっすぐ引くタイプのもの、えっ、ー、と、まあ、強力タイプとか、ワイドタイプとか、それからま、塗るのがね、スタンプタイプになってるとか、そういう特殊なやつは除いて、 割と普通のですね、あまあ、手に持ってまっすぐ引くっていうですね、まあ、スタンダードに近いようなタイプのですね、えー、ものを並べてみました。上から順番にスタンダード、スモール、フリック、コンパクト、プチモアっていう風に並んでるんですけど、これ何の順番に並べたかというと、長さの順番ですね。 えー、スタンダードが16メーター巻き。で、えー、次のですね、スモールが13メーター巻き。で、えー、フリックが12。で、コンパクトが11、プチモアが10ということで、16、13、12、11、10っていう風に並んでます。まあ、下に行くほどね、えー、ちっちゃくはなってくるんですけれども、ただこれそのまんまの順番でちっちゃいわけじゃないですよね。スモールって、13メーター巻きって結構巻いてあるにもかかわらずちっちゃいんですね。 で、これは何かというとですね、スモールと、それからプチモアですね。これは使い切りタイプですよということで、これちょっとやっぱりね、えー、違うわけです。あの、使い切りでなくなったらもうね、ケースごと捨てるしかないですよっていうのが、この二つになるので、それあの、交換するっていうシステムを導入しなければ、本体をギュってちっちゃくできるっていうことなんですよね。 なんで、まあ、この二つはコンパクトさを求めるんだったらプチモアとかですね。まあ、これあの本当にペンケースなんかにも入るちっちゃいやつだし、まあ、スタンダードな普通に使いたいっていうところでいくとですね、まあ、13メーター巻きということでスモールはやっぱ強いんですけど、ただし、これはやっぱり交換できないっていうところで、まあ、今のね、ご時世的にはやっぱり、えー、交換してちゃんと使いな、長くね、使いたいよねっていうのはあると思うんですよ。 まあそういうところでいくと、このスタンダードとフリックとコンパクトっていうのが、まああの交換タイプなんですけれども、スタンダードとコンパクトはですね、まあ横幅が 8.4mm ということで幅が広いっていうのはまあ良かったりするんですけど、ただコンパクトが、まあ今回フリックが新しく出たことによって、ここ立場的には微妙なんですね。えっとフリックよりもちょっと大柄ですよね。 ああのまあ厚みだけじゃなくって、上から見た時のサイズ感的にも、ちょっとコンパクトの方が大きいのに、まあ巻数でいくとですね、まあ12メーターが11メートルということで、こっちの方がちょっとちっちゃくなります。あと え、メートル単価もちょっと出してみたんですけど、1メートルあたりの値段ですね。え、これはあの、交換テープを入れずに、まず買った時の値段で比較するとですね、スタンダードって、まあ、まあ、本体も高いんですね。420円とかするので、26.3円ということで、ま、1メーターあたりの値段ですね。ま、幅が違うので、ま、そのままね、比較するのもちょっとあれですけども、ま、単純に実際自分が使う時って長さですよね。封筒何枚締められるかとかになってくると思うので、ま、そこで行くと、で、1メーターあたりが26.3 円というところ20円24.2円27.3円22円ということでやっぱりこれもですね、えー、使い切りタイプの22円と20円っていうのがまあすごく安いっていうのは分かりますよねなんですがここのフリックとコンパクトですねコンパクトの方27.3円するんですよね 11m で300円っていうのと、えー、12m で290円ということでまあ、こっちの方がちょっと安いよねっていう感じだったりしますと。 でここでですね、まあ、詰め替えのテープを使うと、じゃあ、ランニングコストいくらになるのかっていうと、ドットライナーのですね、まあ、スタンダードタイプが、まあ、20円になるわけですよ。で、コンパクトも実は20円で、えと、サイズとか長さとかが違うので、値段も違うんですけれども、単価にしてみると1メーターあたり20円ですよっていうところが同じなんですよ。それに対すると、あの、フリックが17.5円ということで、これだけ安いんですね。 ま、使い続けた場合のコストっていうところで考えると、まあ、これが20円じゃないですか。1メートルあたり20円です。スモールも20円です。それから、えー、とですね、コンパクトも20円です。一応揃えてあるんだよね、コクヨって。っていうことなんですよ。で、このプチモアは、まあ、あの、これね。 すごくちっちゃいっていうのと、やっぱり種類が違うよねっていうことで、事務用系のこの上、上のやつね、まあ全部20円でランニングコストが決まってるんですけどそれに対してまあプチモア22円ってことでちょいちょい高いよねという感じだったりします。で、それに対してこの17.5円っていうことで、今回ドットライナーフリックってちょっと安いんですよね <laughs> っていうところですね。 えなので交換していくとコスパも高いよということになってます。まあこれもねやっぱ新しくできてきたっていうのもあるしまあそういうところで交換するギミックなんかをある程度まあなるべくね、えー、無駄のないようにっていうふうにしてきたところだと思うんですけどもそんなところでまあこうなりますよというところですね。 あとは、ま、気になるのはキャップの部分なんですけども、このスタンダードとコンパクトの蓋って、ま、実はね、こんな風になっていて、こう、板がついてるんですけれども、パチってやるとこんな風にね、えま、収納できるようにはなってるんですけど、これって、ま、蓋というより、ま、あ本当にカバーですね。え、ここのところにノリがあるところを触れないようにこうやってね、押さえてはくれてるんですよ。だから、ま、普段使う分にはそんなに問題ないかもしれませんけれども、ただ、言ってもここのところからほら、糊見えてますもんね。 なんでえー、カバンの中とかペンケースの中に入れたまんまでガチャガチャ持ってったりとかするとどうしてもここにホコリがくっついちゃったりすることはあるわけですよねやっぱ気になりますよねなんでこれまあ携帯用にはちょっとあんまり向かないっていうのがこのね <laughs> えー、まあ,あのスタンダードとそれからコンパクトなんですけどもこんな形になってますよとコンパクトも全く同じような形になってます この方式がありますよというのがこの2つで、まあそれに比べるとスモールとかっていうのはよくできていて、こんな感じになっていて、スライダーはね、引っ張るとこう蓋がパカッと開くようになってます。で、ここパカッと閉まるようになっていて、完全にカバーしているので、まあキャップの部分ですね、隙間がないので、これならまあペンケースの中とかに入れといても、まあね、気にならないよねって、ホコリが入ってこないから、やっぱこの方が安心感あるよねっていう感じが。 しますよねしかもこれね、すごいよくできていて、このキャップなんですけども、キャップが開くときに、一旦開いて、後ろに下がるみたいな動作なんですよ。で、それをどうしてるかっていうと、ここのところにまあピンがついていて、で、こっちのね、えこう、本体の方には溝があるわけですよ。で、その溝のところに沿って動くようになっているので、ここで、ここですね、ここのところで、こう、 クイッと曲がっている溝があるので、その溝に沿ってこのピンが移動してくると、ここからウィッて曲がるようになってるんですね。なんで、このピンとこのピン、二つのピンで、まあ、このね、キャップの位置が決まっているので、このスライダーを引っ張ると、こうね、最初は蓋が開く、このね、回転して開いていく方向に動いて、で、この山を乗り越えたところからは横に平行移動して後ろに下がるっていうことで、 これもね、簡単なようで意外と難しい動きをしていますよという感じになってます。で、この動きをね、なんかうまく使うことによって、全部ね、キャップができるようになってるんですけども、ただちょ,ちょっとね、 こうあのさっきも言いましたけども、ちょっと空きがちっていうところはたまにあるんですけど、こんな形になってますよというところですね。フルカバーできるのは非常に安心感があって、それはですねまあプチモアも同じタイプですね、全く同じタイプの蓋がついてますということで、プチモアとですねスモールは同じなんですけど、この2つはフルカバーできてますと。 で、何が違うのかっていうと、スタンダードとコンパクトは、これ交換化なんですよ。交換できるやつなんですね。で、フルカバーできているスモールとプチモアっていうのは交換ができないんですよ。これがね、これまで実は問題だった。だってスタンダードの方が値段高いし、これだったら、これだってちゃんと締めてあげたいじゃないですか。 なのに、この場合だとなんでできないのかっていうと、これは構造的な問題があるんですね。少なくとも、まあ他社なんかでね、いろんなやり方があって、交換式でも蓋をちゃんと閉めるタイプのものもありますけれども、え、国用の方式の場合、このね、 スライド方式の場合、なんでできないかっていうと、じゃあ何が問題かというとですね、まあこのスライダーのですね、まあえ取り付け方法にあるんですね。このスライダーってここのところですね、まあね、溝があってここにスライダーがはまってるわけですけれども、これちょっとですね、まあこの辺で、えこうクッと押してあげると、ここにね、ちょっと外れるところがあって、まあここではめてあるんですけども、え外すことができます。このスライダーですね、ここほら、下が L 字になってますよね。 この L 字になってるところが、この溝の中に引っかかってスライドしてますよということですね。まあ、この中にはまっています。で、こんな風に動くようになってますよと。で、このスライダーがはまってるこの溝が問題なんですよ。この溝どうやって作ってるかっていうのをちょっとえ考えてみましょうということなんですけれども。じゃあですね、まあ、そこのところをちょっと図解してみたいと思うんですけれども、まあ、本体がね、まあ、ちょっと書きますね。 本体こんな風にありますよ、ね、で本体がこうあるところに、えー、上にスライダーが乗っかってます。これ指を乗っけてスライドさせる部分ですね。でさっき見たようにここには、まあ、ちょっと大げさに書きますけどこういう爪がついていて本体にはまっています。これがスライダーですよということですね。スライダーはこんな感じになってます。 でこれが本体にはまってスライドしてるってことは断面図どうなっていればいいかっていうとここのところでまあこうですよねこういうまあえっとあとこっちにはメカが入ってるのでまあそこはちょっと省略しますけれどもこんな感じのボディがあればいいわけですけれどもじゃあこの溝をどうやって作るかっていうのが問題なんですね。 これってえ当然今このピンクのパーツがハマって抜けないってことはこここ金型も抜けないんですよでこういう金型を作ったとしても中にこう樹脂を流し込んだらこの金型をこっちに引っ張って抜くことができないよくあの僕があの金型の話をしてる時に言ってるやつなんですけれどもこれだと抜けないっていう問題が発生します。 じゃあどうするかっていうと、ここでちょっと工夫をするわけですね。この下のパーツです。え下の本体のパーツが、まこれもともと左右が別のパーツでできてるんであれなんですけれども、えこう、こういう溝を掘りますよということなんですけど、ここまではいいとして、ここで止めます。こんな断面にします。ちょっとわかるかな断面こんな形にします。一旦ここで切ります。 ね、ここで切ります。で、ここで切って、ここの穴を横に広げます。ここ広げます。てあげると、こんな形になるんですね。で、この形にすると、工夫すれば、ええー、まぁ、あ、一個、このね、一個のパーツとして金型から抜くことができるようになります。で、まあ、どうするかというとですね、えー、この上の型ですよね。型の部分が、じゃあどうやって分割すればいいかっていうと、 ここで分割して、こっちのパーツ、こっちの金型はこっち向きに外れるようにしますよと。ね。こう簡単ですよね。パカって外れるだけなんでいいですよね。で、えー、ここですね。ここのもう一個の金型はここで切れます。で、ここまで。ここまで。ここまでのこんな金型を。 作りますよというとこですね。で、えー、これはこっち向きに出しますね。で、ここで切れてますよ。ここで切れてます。で、こいつはこっち向きに動きます。で、あとここの部分はじゃあここはまた別のこういう型を作ってあげると、こいつは、えー、こっち側に抜けますよと。 ってあげるとここの部分ですね。ここの、すごい重要な部分が、えこっちから来てる、この、この、この線ですよね。この線と、ここで、ここの線と、だから、え T 字型になってる溝なんですけれども、えこっちから掘った穴とこっちから掘った穴が、ちょうどここで交わってますよっていう状態にしてあげるんですよ。そうすると、 え、こっち向きとこっち向きとこっち向きに金型を割ってあげると、このパーツを取り出すことができるんですよね。っていう風になります。こうやってあげると、このパーツが取れるんですけども、なんで、こっから、ま、ここが入り口としてこの上の細いところですよね。なんですけれども、え、中の部分ですね、T 字にするためにですね、ま、こっち側を見ると、こっち側から抜いてるのがわかるんですよね。こっち側、ほら。こっから、 この奥まで、このね、ほら、ね、え上からはまるためのですね、溝の底の部分が横に広がってるのがこれでわかるかなと思います。ここまで広がってますよ、というところですね。なんで、こっち側から抜いてるんですよ。だこのパーツっていうのは、こっち向きとこっち向き、これ今上から見た時に左右に分けるのと、あと上から抜くのと、組み合わせてあげて、ここのところをきれいにこのね、 tg 型のの穴ってていいううを実現してますよということこなんですよで当然こっち側には穴が開くのでこの状態ですね穴が開くのでじゃあどうするのかっていうとこっち側にですね、えー、右側のパーツがこっからさこっち側で塞いでるわけですよねこっち側に塞ぐためのパーツとして、まあ、こっち側に、えー、こういう、えー、蓋を作ってあげてですねで ええと、あと、こっち側は、だから、こういうめんどくさいことをしていないので、こっち側はシンプルですよね。ってことは、ここにですね、えこういう、まあ、あの、軸とかを立ててあげるんですね。で、ここに、ええと、ま、テープがこう巻かれていたりとかするような軸を作ったりとかっていうのが、ここにありますよ、ということで、この、え2面のパーツを組み合わせて、で、ここにスライダーですね。スライダーが上に、こう、こう来て、スライダーは、 こういう形のスライダーがハマるようになりましたよと。これだったらハメて前後に動かすことができますと。で、このパーツを入れるとこの入り口だけは、ここの、ここがね、広くなってるんですよね。ここですね。ここだけ入り口がちょっと広くなっていて、 えまあここからあのさっきのねパーツが入れられるようになってるんですけどそれは別にここのところのね間口を広げるだけなんでこっち側のパーツが広がるだけなんで全然それはね金型的には問題ないですよということでまあこうやって抜けるようになってるんですけどさてねこのやり方をやろうと思ったらこっち側には絶対穴開けなきゃいけないんですよね。 そうじゃないと、この金型が抜けないから。で、抜けた穴を隠すために、こっち側のパーツがはまってるんですよね。なんで、まあ、こういう組み合わせになってるわけですね。こっち側がえ溝のパーツで、こっち側が蓋のパーツっていう風になっていて、このね、こっち側に絶対にできてしまう、この溝ですね。この溝を隠すために、こっち側のパーツを使ってるわけですよね。ということはですよ。このスライダーを通すような形の構造にしようと思ったら、 絶対にこれってこっちとこっちが組になってないといけないしこの溝が入ってるパーツっていうのは表側のパーツなんですよね。なんでこうやって見た時にこっち側のパーツに溝切ってあるんですよね。 じゃないと奥側のパーツはまあただでさえこんなね中にこの軸がはまってたりとかするわけですよそんなのがあるしあと蓋をした時にやっぱこういうところで目立たないように表側はきれいにしたいわけですよねこうツルンってしておきたいのでここはツルンってしたいのでやっぱりこっち側に穴が開くんですよってことはこれをパカって開けて分解しようみたいに思った時にはですねこっち側に 溝切ってあるから、これ絶対こっちにくっつけなきゃいけないじゃないですか。しかも、この動きを制御する用のここの溝ですね。溝はこっち側に掘ってあるんですよね。だから、えっと、動きを制御する用の溝は逆、あと、こ,こ、さらにこっち側に、え溝が切ってあって、まあ、正確にはこういう形ですよね。で、ここにあるパーツからスライダーのパーツが、まあまあ、こっちにも、こっちにもこう、こう、こうなってるわけですよね。 まあ、こハマってるわけですけども。まあ、みたいな状態で、ここに、こう、引っかかってきてるわけですよね。なんで、それを考えると、こっちに溝切ってあるので、これとこれを分解して使うってことができないんですよ。そう考えると、ええ、まあ、なんでできないのかわかりますよね。これだと、正面のパーツを外して交換してるわけじゃないですか。 ねだし、えー、例えばこっちのタイプだと正面のパーツを開けることによって中身が出せるわけじゃないですかこのパカって開いて、まあ、奥と手前のパーツを分けるっていうのが基本この構造だとできないんですよ。まあ、もう一個さらに部品をつけるとかいうのはできるんでしょうけどそうすると、まあ、すごい構造が複雑になったり強度が出なくなったりするんで基本的にはやりたくないってことですよね。なので こっちを開けようと思ったらスライダー構造ができないのでしょうがないこっち側に蓋をつけといてこう,こういうんだったらできるからこれで一応カバーしてますよってことにしましょうっていうのが今回これなんですねやっぱこれこれだと横から寄ってくるだけならできるんだけどねキャップっていうのが単純にここを中心にパカって開けばいいのかっていうと開いて後ろに動かなきゃいけないっていうのがあるしこの開けるっていう動作のところで ね、開けながら逃げてくんなきゃいけないっていうところがあるので、まあ、この動きをですね、まあ、ここにできないんですね普通にかぶってるキャップのここのところ中心に回したら開くかって言ったらだいぶ余裕を持って作ってあげないとこうカパッと開かないわけですよねこのヘッドが邪魔なんで、はい、なんで使い切りのタイプだったらこうやってきれいに蓋ができるのに交換式のタイプだったらそれができませんと。 なんだけど、まあ、今回フリックっていうのは、えー、携帯性の高いコンパクトなテープりで、まあ、かつね、えー、交換式っていうのを実現したいわけですよ。で、そうなった時にどうするかというと、まあ、手前の蓋をこうやって開くわけですから、やっぱりスライドはできないってなると、本体の方に、こっち側ですね、本体後ろ側のところに何とかうまく固定してあげたもので、キャップにしたいと。 言った時に、これをこっち向きに開けるとかいうのは構造的に難しいので、じゃあ、ね、ここを中心に回すだけだったらできるべっていう話なんですよね。軸を中心に回るだけだったら、これ本体から出てるのは、まあ軸が出てるだけで済むじゃないですか。で、こうやって回せるじゃないですか。なので、えー、ここで回すっていう方法にすれば、かなり前のところにピンが、まあ打ってあれば、こうやって回せるよねっていうところまで来るわけですね。 たらこの回転と本体をまあ分けてこのカバーとは関係なくですね本体の方にこの蓋をつけることができるよねっていうふうになるわけですよねなんでここがここにピンをつけましたとただこのピンをつけたところでそこのまんまで回るかっていうとこのヘッドが邪魔なんですよこのヘッドが邪魔だからそのまんまだと回らないので一回ちょっと前に出してから回すっていうのをしなきゃいけないとこう本体側の軸は動いてないんですよ 本体側の方の軸は動いてないんですけどキャップ側を前にずらして回転させるっていう方法にすると本体からはまあ本体にこの上からねこのピンを刺してあるわけですけども刺して固定してあげればこれができますよということですよねでやってみたら動きとしては前に出して回すっていうことが必要になりましたよでじゃあどうやってやるのかって言ったらこっちから指で押してくださいになるじゃないですか。 いう後ろから指で押して回すってやると、これがフリックの動作になりましたよってことですよね。なので、まあこれ推測ですけども、多分これはフリックっていう動作がやりたかったからこうなったんではなくって、順番的にはまずこうですね。コンパクトなタイプで交換式でありながらフルカバーのキャップを作りたいですと。隙間のないキャップを作りたいですと。 で、スライダータイプはこの構造上使えませんと。蓋が前に開くので、えー、スライダーキャップは使えません。じゃあ、どこでこのキャップを固定すればいいのかっていうと、もう前のここら辺しかないですね。ここら辺に軸を作って、左右に振る形だったらできるよねっていうことを考えるわけですよね。 でここにピンを立てました。で、このままじゃ回らないので、一回前に出しながらだったら回転させて、このヘッドを避けることができるよね。ついたまんまでこ使うこともできるよねっていうことがわかるわけじゃないですか。で、じゃあどうやって開けるのかっていうと、ここを押しながら回してくださいねっていうことになりましたと。で、結果的にはこれがフリックになりましたよということなんで、これって、まあ、あの、本当に多分結果だと思うんですね。 もともとやりたかったフルカバーで交換式っていうのをやりたかったっていうところの解決を考えたら結果的にはまあ製造上の問題とかいろんな問題を考えたら結果的にはこのフリックっていう方法がまあいけるんじゃないのかということでここに落ち着きましたよというのが真相ではないのかなというふうに思いますでもそれは成り行きでできたかもしれないけど、ねえー、結果としては指で押しながらクイッとひねってあげれば開くっていう非常に使いやすい っていういいところもあるしあとはこのえまあひねるっていうところでですね押しながらひねらないと開かないっていうですねのがですねまあ逆によくって勝手に開いたりしないんですねまあこっちの,あのスライドのキャップってまあちょっとやっぱりねこうちょっとここに遊びがあったりするとこう開いちゃったりすることがあるわけですよなんできちっと止まってなかったりするとまあペンケースの中で気がついたら蓋が開いてたことがあるよねっていうことはあると思うんですけどこっち側は基本こう押しながらっていうのが まあ不自然な動作なので、物に当たったりしても、こうなりながらこう開くってことはまずほとんどないので、普通に考えたら勝手に開くことが絶対ないというところもあったりして、まあキャップとしてはかなりいいキャップができましたよということなんですね。これはおそらくこれまでのラインナップを見る限りでいくと、苦肉の作詞として作り出したんだけれども、逆にそれはいい、使い勝手としてもいいし、それから性能的にもいい結果をもたらしたんじゃないのかなというふうに 思いますということでこのフリックキャップがそういうことかなというふうに深い読みしています。あとね最後にもう一個ちょっと気になるところがあってこれはね色なんですけどまあこの色に関してはですねすごいいろいろ考えたんですけれども考えすぎてちょっとねえ裏を読もうとしすぎて失敗した話もちょっとしたいと思うんですけれどもこの色なんですけども何でこんな色なんだろうっていうのがすごい気になったんですね。 あの、ドットライナーフリックって、こんな感じなんですよ。あとピンクがあるのかなこんな感じの色で、まあどれもですね、パステル調で、えちょっと透けてるんですよね。な感じになってます。なんですけど、これって、まあすっごい違和感があるんですよ。なんでかっていうと、このドットライナーのシリーズって、これまでこんな感じの色のラインナップなんですね。で、えこれ、この、だいたいドットライナーって全部、この、 まあちょっと濃いね青の色透明とあと白の組み合わせっていうのが基本なんですねでそれかまあ全部色透明のちょっと濃い青なんですよこれもそうですよねでまああのプチモアはだから学生向けっていうことで色変えましたっていうのはまあちょっとわかるんですけどそれにとってねやっぱりこんな風にしてですねえ一応同じような感じのトーンでえー統一されてるんですよねちょっと明るい色にはしてますけれどもやっぱりクリアな色透明なんですよ っていうふうにまあこれまでは作ってきたのにここへ来て突然ドットライナーフリックってこのえでしかもね表面がツルツルじゃなくてちょっとしぼって言ってこのあのほらザラザラした感じになってるじゃないですかこっちツヤツヤがってツヤツヤなんですけれどもこっちはちょっとザラっとした感じになってるんですよねこれはなんかね不思議だなと思ったんですよね これなんかね、意味があるんじゃないのかなというふうに思っちゃったんですね。ま、なんでかっていうと、これまでドットライダーのカラーってこんな感じじゃないですか。ね。他のやつで使われている色っていうのが、まあ、こんな、えー、ま、色透明、ちょっと深い色透明のクリアな感じの、まあ、ディープブルーがベースになっていてですね。で、交換タイプの場合、まあ、基本的には交換する方が、えー、この透明で、ボディの方は白いんですよ。 白と色透明っていう組み合わせがすごく多いんですね。これまで他のやつもそうですけれども、これドットライナーの,あのまあロングのタイプだったりとか、ワイドのタイプだったりとか、全部そんな感じで、ほら、交換する方が色透明で、 で、えー、クリア。で、こっち側がですね、えー、白っていう組み合わせは全部そうなんですで、テープの種類が変わると、えー、ここは色を変えるっていうのがルールなんですけど、ただ、この場合もですね、まあ、トーンを揃えた感じの、えー、ディープな、まあ、このディープレッドとディープブルーみたいな感じになってるわけですよね。こんな感じになってます。なんで、基本的にどのドットライナーも同じような作りになってるんですけれども、 えっと、以前はもうちょっと明るい色だったんですけれども、この時もこれはこれで揃ってたんですね。まあ昔のタイプだとこんな感じだったんですけれども、最近色をえリニューアルしてというか、まあこのドットライナーのロゴ自体をですね、まあ新しく刷新したんですね。この O のところに赤い点が入ったタイプに変わってですね、まあこんな感じでですね、ドットライナーのイメージチェンジをこの間しましたと。 でちゃんとロゴも刷新してイメージチェンジして全部イメージを揃えて作ったのがこれですよということで今のドットライナーってみんなこんな感じの色になってるんですよ。にもかかわらず、えー、今回の新しく出たフリックだけこの、えー、表面はなんかツヤのない、えー、脂肪加工というザラッとした感じだししかもこの色がですね、えー、パステル系の色透明ってなってるんですよ。ね。 えっと、このプチモアは確かに違うんですけれども、え、でも、プチモアはまあ学生用ということでいろんな色バリエーションを作りたいよねっていうことで、まあ事務用としてはこんな感じだったんですよね。で、プチモアはまあその、学生向けっていうことで、まあこれ別物ですよっていう感じの色の付け方。でもやっぱりドットライナーのシリーズなんで色透明にしてますよっていうところがここまであったんですよ。で、 なんですけれども、今回のドットライナーがこんな色になっちゃったのは、もしかしてなんか意味があるんじゃないのかなっていうふうにいろいろ考えたんですね。で、それはもしかしたら材質の問題じゃないのかっていうことをちょっと最初は思いました。で、それがちょっとね、外れたっていうところも含めて話をしたいんですけども、まあ、なんせドットライナーのシリーズっていうのは、えー、この詰め替えタイプの場合は基本交換用のパーツ、こっちですね。 え、まあ毎回交換する方のですね、リフィルの方が、まあこの色透明、クリアな感じですね。で、ボディの方は白いんですよ。このどれも同じです。こんな風になってますよということなんですけれども、これは何が違うのかっていうと、実はこっちとこっちで材質が違うんですね。 で、えー、とこれ、国用さんていうのは、まあ、本当に材料の勉強する人というか、まあ、こういうプラスチックのものを知りたいっていう人にはですねすごい親切にできていて、えー、まあほとんどのパーツにこれないのもあるんですけどほとんどのパーツに国用さんの場合こういうところにですね材質の刻印が押してあるんですよ。 ここ見るとですね、K4 の RPS って書いてあるんですけども、K4 っていうのは多分、これ金型のね、のどの金型で作ったかが分かるようにするためのナンバーだと思うんですけども、R、R-PS って書いてあるのは何かっていうと、リサイクルポリスチレンの略だと思うんですね。ということで、これは RPS っていうのは PS っていう材料で作ってありますよと、それも R がついてるからリサイクルしてあるよということですよね、多分そうだと思いますってことで、 じゃあ本体の方どうなってるのかっていうとこっちはですねえっと R-ABS って書いてありますよね。ということなんでこれ ABS でできてますよっていうことが分かるようになってます。こっちも同じですね。でこっちは ABS こっちは PS っていう材料でできてるんですよ。なんでまあ材質が違うから色が違うんですね。 でまあ、何が違うのかなんですけども、えー、こっちら PS、ポリスチレンっていう材料はどんなものかっていうと、よくあの CD のケースとかこういうね、なんか物が入ってるケースなんかに使われたりするんですけれども、透明度が高い。で、まあ、値段が安くて成形が簡単で、印刷がしやすくて色がつけやすいっていうですね、まああの形を作る上ではですね、非常に便利な材料なんですけれども、欠点が1個あります。欠点強度が弱い。ね、えー、割れやすい。で えなので、これ自体は、構造として何かを持たせるのはあんまり得意じゃなくって、強度はないんだけれども、きれいに作ることができるし、中が透明できれいに見えるんですね。っていうポイントがあります。それに対して、じゃあ ABS はどんな材料かというと、ABS っていうのはどんなものに使われているかというとこんなものですね。 えこういう、ほら、レゴブロックとかはね、代表的なものなんですけれども、こうやってですね、こうやってはめて使うみたいな。これって、やっぱり耐久性がすごいいるんですね。ね、何回も何回もこうやって刺したり離したり。で、ちょっと柔らかいんですよ。この、ギュッてはめたらはまるじゃないですか。で、こう、ばカって外したりとかって、何回もはめたり外したりできるんですよね。これができるのは何でかっていうと、えっと、この、 abs っっていう材料にちょっと柔らかさがあるね弾力があるっていうのとあとはまああのこうギュってやった時にすり減らないっていうところが結構重要でこっち側の材料ってまあねえ同じ材料同士とかでもガリガリガリって擦ると白い粉が出てきたりとかするんですけど硬いんですけどもろくて表面がね えーなので、と摩耗しやすいっていう問題があるんですけど、こうやって摩耗しにくいっていうねえ特徴があります。で、まあ傷がつきにくいし、ついたとしてもですねまあ大きな問題になりにくいっていうですねえ非常に丈夫っていうところがあって、ちょっと柔らかさ、弾力があるっていうところなんですね。っていうものです。ただし、この材料のまあ一個欠点は、ですね透明っていうのがまあないわけじゃないんですけど、クリアな透明が作りにくいっていう問題があるんですよ。 で本当にクリアなこんな感じのですね向こうが透けて見えるっていうクリアな材料っていうのが作りにくいこっちはポリスチレンポリっていうのはいっぱいっていういっぱいつながってるっていうことなんでまスチレンっていう材料がですね横にずらーっと並んでるっていうところで細長いねえとまあ構造を作ってるんですけれどもそれが1個の材料でできてるのがこのポリスチレンってやつでまあこれあの割とね えー、きれいに見えるんですけれども、えー、と ABS っていうのはこの ABS が全部別のものなんですねアクリロニトリル豚エン、スチレン強重合体っていうんですけどもそのアクリロニトリルとブタ豚エンとスチレンが横に繋がっていくすごい長い鎖状のものがいっぱい入ってますよっていうのがこれなんですけれどもただこれ本来ならばそういうふうに1個の構造としてできてるはずなんですけれども実際問題としては豚エンが分離してる場合が多いんですよね。 なんでこれが柔らかいかっていうと、豚エンが入ってるから、ね。で、ABS の S の部分はこっちの PS の S と同じなんですよ。なんで、同じような性質も持ちつつも、アクリルニトリルと豚エンっていうのが入ってることによって、特に豚エンっていうのがゴムなんですね。ゴム弾力を持っている材料なので、えー、豚耳炎が入ることによって、ちょっと柔らかさが出たりとか、丈夫さができるんですね。壊れにくくなります。ただ、 あのそうなると、豚ジーンとスチレンとかアクリルニトリルとかの、その、屈折率が若干違ったりとかするんですね。そうすると、例えば、あの透明な材料でも混ぜると、あの不透明になるっていうのは、水と油とかですね、お酢と油みたいなやつをですね、混ぜて、振ると、あれ、マヨネーズって白く見えてるっていうのは、光がそこでね、拡散してるからなんですけども、まあ、そんな感じでですね、 実はその豚エンとアクリルニトリルとかシレンとかの屈折率が違うことによって曇るっていうか不透明度が出てしまうんですね。っていうのがこれの弱点ではあるんです。まあそれの透明度をすごく高めるっていうこともできなくはないんですけど、その代わり強度を犠牲にしたりとか、それからまあ値段が高くなったりとか色々あったりするので、まあ普通に使う時の ABS っていうのは不透明で使うことがすごく多いんですね。なんで、 不透明で使えば、まあ、あのね、こっちの材料に比べた圧倒的に丈夫。ね。で、長持ちしますよっていうのがベースにあるので、こういう組み合わせになるんですね。で、こっちはほら、交換用だから、一回使い切るまで壊れなきゃいいわけですよ。なんで、こっちはできるだけそういう材料を使いますと。それでも、ここの軸の部分ですね。このパーツ。この軸の部分は、ちょっとこれよりは強度がいるわけですよ。だから、ここは ABS でできてるんですね。だから白いでしょ。 なんで、そんな違いがあります。なんで、側は PS で、ここが ABS みたいな使い方をしてるんですけど、本体の方は ABS でできてますと。 いうとこですね、まあ、ABS は他の色も使えるんでまあこのグレーなんかはそうなんですけれども基本的には全部白で作りますよという感じですであとさらに強度が必要なとこですね、まあ、ここはまああのちょっとおまけですけれどもこの中に入っているこの歯車とかはこの ABS でもうちょっとね持たないってやつなんですねすごい回数回転するしで歯車同士っていうのは常にこうね摩擦してるわけですよねなんでこれはさらに大麻耗性が強くって丈夫な材料を使わなきゃいけないということでこれもよく見るとです、ね ここのところに,に RPOM って書いてあります。POM っていうのはポリアセタールって呼ばれるんですけどもジュラコンとか呼ばれたりとかする材料ですけれどもこの材料はめっちゃ強いんですよ。でめっちゃ強くて摩耗にも強いんだけど値段も高いし加工も難しいっていう材料です。で色がうまく乗らないんですね。 なんで、このパーツっていうのは、あんま綺麗な色を乗せて、綺麗に使うことができないっていうのと、あと、ま、成形が難しかったりとか、ま、接着ができにくかったりとか、いろいろとね、えま、これはこれでですね、いろんな欠点があるんですけども、その代わり強くて、こうやって何回も何回も擦れても壊れないっていう良さがあるので、歯車に使っています。ということなんで、このなんかね、なんとなく全部プラスチックって言ったら一、括くりになっちゃうんですけれども、こっちは、やっぱ透明度が高くて、安くて綺麗に、 成形ができてきれいに印刷ができるっていうポリシチレンを使っていますでも強度がいる部分は ABS を使っていますでさらに強度がいるところはポリアセタールを使っていますとかあとまあこういうところですよねえとほらのりがついてほしくないところのローラーみたいなところはですねここはシリコーンという素材を使うわけですよねあのまあ調理器具とかですねまああのチョコレートの方とかにもよく使われますけれどもあのえとちょっと柔らかくってですね で、えっ、ー、と、いろんなテープとか粘着が全然つかないっていうやつですよね。まあ、あのシリコーンっていうのを使って、まあ、こういうふうに作るわけです。だって、そうやってですね、いろんな材料の複合でできてるんですけれども、まあ、基本的な考え方として、ね、えー、交換パーツは PS、えー、本体は ABS っていうのが、ま、基本ルールなわけですよ。ね。で、そう考えると、ね、今回どうなってるんだって交換式じゃないですか。 なんで、じゃあ今回はどうなってるんだって言ったら、全部なんかこのアンニュイな色になってるじゃないですか。これって、なんか全部 ABS で作るのご誤魔化したのかなっていうふうに思ったんですけど、違ったって話なんですよ <laughs>。で、あの、そう思ったね、元の話はどこにあるかっていうと、ここですね、ドットライナーコンパクトっていうのがあって、このコンパクトっていうのは、こう蓋が開くじゃないですか。で、ここのパーツは、ね、 えっと、まあ、これ、ほんで、交換タイプなんですけれども、ここは骨組みなんで、骨組みは強度がいるので、ここのとこ見ると、ね、ABS って書いてあるんですね。刻印が入ってます。ほら、ここに ABS って書いて、ABS2 って書いてありますね。なんで、これ ABS です。で、ABS なので、ほら、ちょっと濁ってるの分かりますまあ、こういうのに比べると、そんなに透明度が高くない。ちょっと黄色っぽい色がついてるように見えますよね。これ、ほら、ね、色がついちゃうんですよ。 はい、ここ見たらわかりますかね ?RPS1 って書いてありますね。なんで、これ PS でできてるんですよ。あ、透明だから PS なのねってなるじゃないですか。なんですけれども、こっち側のパーツなんですけれども、これですね、ま、ここのちょっとギア外しますけれども、外すと、は、ここに ABS って書いてあるのわかるかなね。なんで、え、これ ABS なんですよ。ということで、 ま、ああの、透明が苦手とさっき言っていた ABS でできてるわけですけれども、これね、そういう風に言われてからこれを見ると、右と左で色が若干違う気がしませんかね透明度が違う左の方がクリアなんですよ。もう正面側のパーツの方がクリアで、右側のパーツがちょっと曇ってるっていうのがわかります。色が全く同じではないんですね。買ってみても。 ちちょょっっとと色色がが違うんんでですすすよよ裏側ののパーツの方がちょっと黄色くくすむんですよねこっちの方がクリアーな出したい色が出るのに対してちょっと黄色くくすみますよというところがあるわけですね。これわかるかな若干こっちの方が色がね黄色っぽいというかちょっと違うの分かりますかねねこうやってくっつけるとわかるかな かかりにくいかなこの絵だと見ると若干違ったりするんですけれどもやっぱこっちの方が表面の方がクリアでえ色がねくっきりしてるんですよね綺麗に見えるっていうところがありますなのでこのドットライナーコンパクトのボディっていうのは後ろ ABS 手前 PS っていうこの組み合わせは一応守ってるんですけれどもねえ両方とも透明にしてますということであなんか ここ白にしなかったのはやっぱりこの形状でうまくまとめてしまうと後ろ白だと気持ち悪いよねっていうのが多分あると思うんですね。でそこのところをですねまあ透明グレードで作ったんだけれどもまあそこら辺にちょっと無理があったのかなと思わなくもない手前のパーツっていうのがまあこうやってこうやってヒンジで動かなきゃいけないし複雑な構造なのでこっち側に強度を持たそうと思ったらこっち側も ABS でもいいような気もするんだよねって思うとですね まあただこれをこうやってねわざわざ分けてあるってことはこっち側 PS の方がいいよねっていうふうにしてるんだろうなとそれで考えるんだったら奥も手前も ABS にしてしまってちょっとくすんだ色にしたらいいんじゃねえのかっていうふうにちょっと思ったんですねだからまあそういう理由でこれがねえくすんだ色になってんのかなと思ったんですけどもちょっとね開けてみたらそうでもないんですよねでこれあの実はね答えがない書かれてないんですけれども こっち側のボディの方は ABS ってすぐわかるところにここに刻印があるんですよ。なんですけれども、こっち側ですね、こっちの蓋のところには刻印がないんですよね。材質名が謎で書いてありません。じゃあ同じかっていうと、明らかに違うんですよ。これもね、ほら、これもやっぱりちょっと色違うんだよね。で、こっち側の表面の方はですね、材質名書いてないんですけれども、 両方同じ ABS かっていうとこっち ABS って分かってるんであれなんですけども両方同じ ABS かっていうとちょっと違うんじゃないのかなというふうに思います残念ながらこの材質が何であるのかっていうところに関してはですね部品ごとに分かるのはまあ本体に刻印されてる場合には分かるんですけれどもえーとホームページの方にもですねまあ本体 ABSPS って書いてあるんですけれども えまあそれが蓋と本体のものなのか、それとも交換パーツと本体なのかっていうのは分かんないし、あとまあ資料なんかによると、本体 ABS って書かれてる場合もあって、ABS だけで表記されてる場合もあるっていう、これね、非常に謎なんですけれども、こんな感じになっていてですね、見た目で見ると色が若干違うかなっていう感じがします。なんで え蓋の部分は PS じゃねえかって思うんですけどそれ以上にもうちょっと分かりやすいポイントがあってですね PSABS の違いっていうのはやっぱその柔らかさが違うっていうところから来ているんですけれども音が違うんですねこういうですね PS の材料っていうのは割とこういう高いカシャカシャした音がしますなんで落とした時にちょっと高い音がするんですねこんな感じの音がしますこれ PS とかの音ですね それに対してえっとこっち ABS、なんかね、ちょっとほら、柔らかい重い音がするんですよ。っていう感じになります。これって別にこれの形が違うからっていうわけでもないんですね。例えばですけど、このドットライナーですけれども、これね、このパーツですけれども、よいしょ、これを外します。で、こっち側が ABS のパーツですね。ABS のパーツを落とします。こんな音がします。こんな感じですね。 に対してこっちですね p s ですほら明らかに違いません音がほらこっちの方が高い音がするし硬い音がしますほらこっちはガシャーってこれ別にパーツが付いてるからとかじゃないですよねえっと、基本的にはこいつ自体のはい音がですねこういう音ですこれが abs こっちが ほら、PS っていうことで、これ音は違いますよね。じゃあ、これどうなってるかっていうと、この2つも落としてみるとわかります。こっち側ですね、ボディ側。こんな音です。はい、こっち側ですね。ほら、高いでしょ。なので、多分こっち PS だと思うんですよね。こっちが、ほら、ABS だと思います。ね。こっちは、だからちょっとそういう感じの重たい音がして、こっちは軽い音がするっていうところでですね、こっちはえと PS っていうふうに、 思いますと。ということでですね、まあこのラインナップを見たときに、ここだけくすんだこういうね、えー、色を使ったっていうところを見たときに、いや、これは全部 ABS で作ったんじゃないのかって最初思ったんですよ。で、全部 ABS で作って、まあそのちょっと不透明で、 くすんだグレードの ABS を使ったとしても、これだったら目立たないよねっていうことで、まあ、あえてね、今流行ってるしということで、まあ、こういうね、パステル系の色にしたら、そういうところがバレないからいいじゃないかっていうことで、まあ、前と後ろのね、パーツを、まあ、この、この場合だと分けて透明な ABS を使っているので、まあ、そういうところでやってるんで、まあ、材質的には、 あのまあ2つのパーツを合わせなきゃいけないっていうのがあって色合わせるのも難しいじゃないですかなんでそういうのをごまかすためにこういうふうにしたのかなと思ったんですけれどもいやまあそうでもないなと <laughs> それだったら、まあ、手前も後ろもね両方,も両方とも ABS でも良かったかなと思うんですけどこっち側手前は PS 作っていて結局構成的にはこれと全く同じなんですよね ということなんで、コンパクトと全く同じ構成なので、これもやろうと思えば同じような形になったのかなというふうに思うので、いや、じゃあ違うかなと。まあ、ただ、ここのところですね、ここにあの、こう、蝶釣がなくなってるのは、そこのところはまあ小型化もあるでしょうし、あと複雑な構造にしないっていうところも、やっぱり PS の弱さっていうところに対しては、まあ、うまく効いてるんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、いうところで、これは純粋にマーケティングなのかなと。 そう考えると、まあフリックっていうのは、まあこいつの仲間なのかなというところになってくるんですね。プチモアの、まあ交換式の、まあプチモアよりはちょっと大きいけれども交換式で、えー、長いよみたいな感じの立ち位置なのかなと、ここであえてこの、まあ今流行りの色を使ってきてるっていうところでいくと、あとまあこうわざわざ脂肪つけたりとかしてきてるのは、やっぱりこの、 えー、蓋がちゃんと閉められるっていう性能も含めて、これはやっぱり学生とかビジネスマンの持ち運び用っていうところで、ということで、なんかね、えー、そういうですね、まあ、あの、邪推をしたところが、まあ、そうでもないかなっていうふうに思い直したっていう話なんですけれども、これはこれでね、やっぱり今流行りの色っていうことなんでしょうね。だからこれは、やっぱり純粋に事務用っていう風な立ち位置ではないよと。 だからむしろこのプチモアとかと同じようなこっち側のね、えグループだよっていうところでカラーバリエーション、プチモアにもね、カラーバリエーションがありますし、これもこうやってカラーバリエーションを作って透明にしなかったのはもう純粋に、まああの学生に使ってもらおうと思ったらこういう色の方がいいよねっていうところなんでしょうね、というところで、 せっかくついこないだ、えっと、ブランドを、新しくですね、ロゴをリニューアルしてこっちにしましたよ。で、本体の色とかもこういう色で統一するんですよっていう、えっと、ルールを作ったわけじゃないですか。で、こうやって作ったにもかかわらず、今回やってみたらですね、学生に合わせようと思ったらこっちなのかな、みたいなところなのかな。 まああの最初にも言いましたけど性能的に考えるとコンパクトよりこっちの方が長かったりするので案外でしかも蓋がねちゃんと閉まったりするので案外これって、まあ、こっちの、まあ、学生が持ち運びでっていうところの用途ももちろん抑えつつも事務用としても十分な能力を持ってるっていうところだと思うんですよねだからこれからのスタンダードとして使えそうな感じなのにこの色っていうのがちょっと不思議な感じがしました まあそうやって並べてみると、これはだからやっぱり学生とかを狙ったタイプのものとして、ドットライナーの、まあ本来のメインストリームである、えっと、まあテープのりの機能としてえ持たせている部分とはまた別のラインナップとして考えてこう見た方がいいのかなというふうにえ見えてくるので、これちょっと不思議ですね。まあもうこれね、え、ドセンターでもいいような感じなんですけれども、それで考えるとこいつと競合する。だが、この、 コンパクトと競合しないためにあえて変えたのかっていう気もしますね。コンパクトの方はもうすでにかなり作られているし、いろんな種類のテープがあるんですよね。えっと、しばらくしたら強くなるりとかもあったりするし、えっと、貼って剥がせる系のノリもあったと思います。ということで、ドットライナーはコンパクトの方はコンパクトの方で残しつつ、携帯用としてはこのね、フリックを押すっていうところで、だから逆に言うとこいつがこのブルーの透明でできてしまうと、 コンパクトいらなくなっちゃうんですよね。あのー、ここで競合しちゃうじゃないですか。で、今のこの性能的に言うと、まあもちろんこっちのテープの幅が広いっていうのはあるんですけども、それにしたってこいつが不利になりますよね。ってなると、これを残すって考えたら、こっちがドットライナーの本来の事務用シリーズですよと。で、こっちは学生とかそういう人たち向けのものですよみたいにして、分けてあげることで、むしろここの競合を避けたのかなとか。 まあいろんなことが邪推できるわけですけれどもまあ今回はだからどっちかっていうとそういうなんかねマーケティング的な位置づけのえ問題でこの色になったんだなということでこれは別に材質の問題ではないんだなっていうことはえなんとなくわかりましたというふうに思います基本的には国用って材料にしろ構造にしろもうすごいきっちりセオリーを守ってくるところなんですね なんでえっと勉強する上ではすごくあの役に立つというかなるほどこうだからこうなんだねっていうふうに材質も色もいろんなところで分かるようになっているし戦略も割と分かりやすいのでまあそういうところはねあの他のメーカーに比べてかなり読み取りやすいし読み取って勉強になりやすい会社なので特にやっぱりこのパーツにねいちいち刻印を打ってくれてるっていうところがいいと思うんですよ。 なのでプラスチックとかね勉強してみたいみたいな人はですね、まあ、安いから分解もしやすいしね。 なんで、えー、とそうやってですね、まあ、あの勉強するのにはですね国用さんの文房具っていうのはプラスチックの勉強にはねすっごいなるんですよね。どのパーツも勉強になるっていうのがこれはね国用さんの、えー、文房具のいいところだったりするので、えーまあ、デザインとかそれから工業系の学生さんとかだとですねこれをねいちいち分解しながらなんでこうなってるのかっていうのを考えると、えー、いろいろと分かることがありますと、えー、そういうところを見ていただけるといいんじゃないのかなと思います。 あとね、あの、今回、その話題には、えっと、できなかったんですけれども、ちゃんと解析できなかったので話題にできなかったんですけれども、このドットライナーが、まあ、最近、えっと、使い心地が軽くなりましたよと、えー、最初から最後まで軽さが変わらなくなりましたよって言ったところで、まあ、そういうふうに言われてるんですけども、そこのところに、このギアの設計だったりとか、 ね、それからこういうところにクラッチって言ってこうあの中の回転が合わなくなった時にそのズレを吸収するためにクラッチって言ってここですね、えっと、軸のところにバネが入っていて摩擦で止まるようになってるんですけどこういうところの設計が、えー、おそらく、えー、すごい効いてるんですけれどもそれをちゃんと解析しようと思うと非常に難しいのでちょっと今回はですね、えー、そこまで。 え、踏み込めなかったのは残念ですけれども、え、それもですね、ま、テープ初期の頃の巻き位置と、え、この回転のですね、ギア比の関係みたいなところから、え、最後の時の直径の差を。 え見てですねまあそういうところでですねそこの差分をどういうふうに吸収しようとしてるのかっていうのもえーテープのりのえ技術のすごい難しいところで面白いところではあるんですけどもそういうところもですねまあまあそういうふうなねえとあれこれ見ようと思ったらいくらでもあっとこの文房具から読み取れるところはありますよというのがえ今回のねお話だったりします。 でまあ、ちょっと材料編に関してはですねこのドットライナーホールドがすごい分かりやすいので今度また一回別の回で、えー、やろうと思いますけれどもまあ夏休みですから、まあ、文房具のことをですねまあ、もう一歩二歩、えー、踏み込んで見てみるのも面白いのかなというふうに思いますよということで参考になればと思います長くなりましたけれども、えー、今日はそんな話でした以上です